清水雅彦は、日本の合唱指揮者、声楽家、音楽教育者、新潟県出身。東京芸術大学音楽学部声楽科を卒業後、宗教局や日仏路歌曲の演奏会に、数多く出演。歌の世界と題する移植書演を含む、テノールリサイタルを定期的に開催、継続研究発表を行い出版へつなげている。直近では2019年1月5日、 東京、ハマリ Q アサヒホールにて、歌の世界その9、子供を思う未来へ、を、開催、公表を博した。小川つね子、三ツ林アシテを、小野光子に指示、三木会会員。一方、各種コンクール、合唱祭、講習会等の審査、公表、NHK 全国、学校音楽コンクール全国コンクール審査員、放送所演、スーパー教室、音楽雑誌。 教科書への執筆、音楽の模擬授業、小中高音楽研究会の講師など、声楽、合唱指導、音楽教育と幅広い分野で活躍している。N コン2019では、小学校課題曲、私は子猫の放送書演を担当した、NHK ラジオ、みんなのコーラスレギュラー出演も行っている。また2002年に日本人として初めて、 グアテマラ国際合唱祭に参加したことをきっかけに、2007年度、2017年度後期には、鶴文科大学の学外研究制度でグアテマラを、本拠に研究活動をし、これまで在グアテマラ日本大使館や、グアテマラ教育省主催行事、メキシコプエブラ音楽院などでのワークショップ講師、コスタリカエレーディア音楽大学での、日本文化と合唱事情レクチャー。 オゴタコロンビア大学での声楽公開レッスン、声楽演奏、指揮を務めるなど、中南米、カリブ各国と日本の文化、芸術交流の一端を担っている。2016年、国立音楽大学歌謡音楽講習会において、講師を務める。現在、鶴門科大学教授、東京芸術大学非常勤講師、日本合唱指揮者協会並びに合唱人集団、音楽授会員、 全日本合唱連盟国際委員。合唱指揮者としては、全日本合唱コンクール全国大会大学職場、一般部門大学ユースの部において、鶴門下大学合唱団を、第62回から11年連続して金賞に、導いており、第67回、第68回、第70回、第72回においては、金賞、文部科学大臣賞を受賞した。また、 第49回東京六大学、合唱連盟定期演奏会合同演奏で、信長寄付作曲、新しい歌初演。第52回東京六大学、合唱連盟定期演奏会で、早稲田大学グリークラブを指揮。第53回東西4大学、合唱演奏会合同演奏。第54回東京六大学、合唱連盟定期演奏会合同演奏を指揮。 第57回東京六大学、合唱連盟定期演奏会合同演奏で、信長寄付作曲、新しい歌に大ピアノ版初演。また、第144回慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団の客演指揮者を、務めている。以下の他にも CD 録音、VTRDVD 等の指導録画が多数ある。ありがとうございます。